第35回小村寿太郎校検証弁論大会、国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール、日南高等学校田中美奈さんの発表です。私は小村寿太郎校と同じくここ小見出身です。小学生の時には小村寿太郎校が誠正直の心を育んだ新徳堂で読書をする機会があったり、小学校や中学校では小村寿太郎校のことを学んできたりしました。小村寿太郎校は、日本はもう戦争をしてはいけません、戦争をする必要がないだけのことは防ぎを打ったつもりです。これからは産業などに力を入れて国民を楽に暮らさせていくことですというメッセージを残しています。私たちにはこれが当たり前のことのように聞こえます。しかしこのメッセージは、国民自身が戦争を支持し、実際に戦争に次ぐ戦争を重ねていた時代の言葉です。産業の重要性と産業によって平和が訪れると考えた小村寿太郎校の先見の明に驚かされるとともに、今の私たちがもう一度確認すべき言葉だと感じています。その寿太郎校の言葉の通り、今や日本は産業国として世界に名を馳せ、豊かな生活が送れるようになりました。私は食事をすること、寝ること、お風呂に入ることを特別なことだとは思わずに済む生活を送れています。ですが、紛争や戦争のある国のことを考えると、それらがいかに幸せであるのかがわかります。日常のこうした幸せを同じように感じながら生きていく権利は、全世界の誰にでもあるべきです。その鍵になるのは、産業により貧困から抜け出すこと、そして産業によって人と人とがつながることにあると私は思います。私の地元である帯でも、新たな形をした産業が生まれようとしています。ここ帯では伝統的に帯杉が有名です。その帯杉によるプロジェクト、帯杉デザインというものが生まれたと新聞などでも報道されています。地方と企業が連携し、人と人とがつながって、家具開発だけにとどまらず、まちづくりに広がるプロジェクトを目指しているそうです。人と人とをつなごうとするこの帯杉デザインの取り組みに、私は大きな魅力を感じています。産業により貧困を震わすことで平和が訪れるということが、小村寿太郎校の意味だと思います。小村寿太郎校の言葉の意味だと思います。であれば、帯杉デザインなどの産業がもたらす利益自体も、平和の実現につながるものだと考えています。その上、帯杉デザインなどの産業によって人と人とがつながり、紛争や戦争の起こりにくい世界に近づくことができると思います。人と争うのではなく、つながり合って生きていこうとする態度は、日本人の得意とするところです。もしここにちなんで、伝統的な産業が人と人とをつなぐことで大きな興味を生み出せたとしたら、そのやり方や理念を世界に広めるべきです。世界に発信し、世界の国々で新たな形をした産業を少しずつでも生み出し、共有することで平和への道を開くことができるのではないでしょうか。
もし私が国連事務総長だったら、産業によって脱貧困と人と人とのつながりを重視することで世界に平和をもたらしたい。そのためには小村寿太郎公の冒頭の題詞を掲げ、その重要性と意義を伝えるところから始まるのではないかと思っています。ご清聴ありがとうございました。